で親コーチにやってもらうのはいつもはバックハンドグリップ、バックハンドは両手なんですが、ちょっと今日はね片手のバックハンドストロークをやっていただこうと思います。フットワークってどんな感じですか？基本は先週佐藤コーチが、はい、言ってもらったことで、やっぱ左足からスタートなんです、ね、でこれ状況によると思うんですよ、うん、これはまあ両手でも同じだと思うんですけど、準クロス、クロスにちょっと一球もらっていいですか？クロスに大きく引っ張りたいときは、これって絶対左足がボールの出したらはずのところの真後ろ側に入ってないと持っていけないと思うんですよ。これが右足からもう行き足入っちゃうといけるんだけど、こんな値しかいけないんで、ボールが浮く回転かけるんですってなんですよ、はい、ただ逆クロス打つ場合っていうのは、はい、これは逆に右足からスタートでも流すだけなんで打てちゃうと思うんですよ、これって。だからこれはちょっと一概には言えないんですけど、でもやっぱり流すにしてもやっぱ左足は最初に入れますね、少し入れるんだけど右足がクロスするっていう、こういう形で準クロスの時は左が入ってって、まあ、先週シャトルコーチ言ってもらいましたけど、打ちたい方向に右足が入る。この要は左足から行くんだけど、左足のスタートの幅が状況によって変わると思います。だからまあスタートは左足からです。スタートは必ず左足で、やっぱり左足から行って、選手さんとご主人が言ってくれた体重はやっぱり後ろから前っていうのをやらなきゃいけないから、膝の感覚です。構えた時は膝が左足から近づいて、打つ時はそれを左の膝から右の膝に体重しながら打つっていう作業をやらないと、ここだけの動きになっちゃう、パワーが出ないっていう理屈ですね、フットワークとして。はい、はい、ということは私のバックハンドストロークと同じような、そう、同じ基本的なやっぱり一緒、体の向きが、うん、僕は両手なんで、はいはい、よくわかるんですけど、結構横向きを強くしないと片手は逆にパワー出ないかなと思うんですね、うんうんうん、それはクロスの時もストレートの時も、全体的にそうなんですけど、やっぱり左手使えないんで、うんうん、やっぱその分ここのパワーがやっぱ使えない分パワー出にくいと思うんで、やっぱこの開くパワーだけでやっぱ飛ばさなきゃいけないから、結局その体の向きが回っちゃうと、こう回してちゃうとこういう感じになりやすいんですよ、突っ込んじゃうっていう、まあ、体重をしっかりかけてるとしても、やっぱ正面向きでいっちゃうとこういう感覚になりやすい、下に行きやすい、うん、からやっぱり少しやっぱ横向きをキープしたまま、元々キープしたのはこうやって打ってあげないと、やっぱりボールにパワーが伝わってくれないっていうのがあるので、両手の時よりも結構横向きの感覚は意識します。だから結構皆さん多いのは右足がこうやってなっちゃって、こういう感覚になっちゃう、よくいらっしゃいますね。これの原因としてやっぱ左足が最初入ってないと、まずこういう状態でサイドステップって結構こうやって入れないと、やっぱりこの溜めるパワーが全然使えないんで、最初にこうやってドーンって入っちゃうと、この押すだけ、うん、これこうダーツしような感じになっちゃう、ダーツだけの感覚で飛ばないんで、よく僕が言うのはフリスビー、まあ、と引っ張り込んで動画にフリスビーの感覚でこういう感覚で、うん、でやってみましょうっていうのをよく使うんですよ、はいはい、ということはボールへの入り方っていうのもやっぱちょっと、まあ、先週さんとこっちだけど、やっぱこの範囲ですね、こういう感覚になりますかね。やっぱ直線的には短いのは直線的にいきますけど、基本的にこのベースラインのこの辺で打つ時っていうのはやっぱりある程度ちょっとこういう感覚でいきますよ。やっぱその時間を奪いたいっていう時でもやっぱりこうやっぱいっちゃうと、スパイスとか流す時はうまくいくんですけど、やっぱりクロスとかに行く時はやっぱこうしないと負けちゃうんです、うん、わかりました、はい、あと遠くに行った時、走らされた時、ドライブで打つ時の話ですか、ドライブで打つ時か。ちょっと2球ぐらいもらっていいですか。はい、ガーッと行って右足をクロスさせたパターン、はいはい、で無理しないで合わせるパターンと、はい、あとは頑張って左足から動いていって、あっ、左足を最後出しちゃう、はいはい、このパターン、これは多分2つ目に関しては結構フットワークとか体力に自信がある方には厳しいと思うんですよ、うん、結構ここはもう片手の方は多分こういう方が多いです。スライス選手はああ。が理にかなってるっていう、そうですよね、次の動きに結局こっちに戻らなきゃいけないんで、打っちゃうともうエース狙いに行けばいいんですけど、こう戻る時間で
体が流れやすくなっちゃう、外側に。戻り方は、戻り方は先週佐藤コーチ言ってくれた、ここで打って、やっぱりここはもう一緒ですね、この動き。あ、一緒なんですね。クロスオーバーか、この辺であれば、まあ、基本コースですね、やっぱり。うん、やっぱその方がね、オンステップって言って、こういう動き。はいはいはい。もう、まあ、終わっときればよく使うんですけど、こういう動き。はいはいはい。まあ、オープンスタンスとかよく使う人、あ、まあ、でもバックなんであんまオープンで打つときはあんまないんですけど、うん、まあ、時間ないときってなんかこうやって両手でもうう、そうですね、はいはい、まあ、やったりするか、はい、踏み込めるときでもやっぱり こっち左足が出るんで、はい、この動きはやっぱり、うん、無意識にやってます、ね、そうですね、やっぱり早く戻ってきて次の準備をするってことが大事なんですね。初心者の方でやっぱ多いのはこういう時間が長いんですよね。あ、ボールを見ちゃう時間。しかも立っちゃう。あ、立っちゃう。まだこの構えてこういう状態で見てればいい。はい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 。うん、結構皆さんやっぱりこうなっちゃって。状態がもう起き上がっちゃってる。こういう感覚になっちゃって、でもう結局相手が打った瞬間にやっとこうやってやるから。うんうんうん、そうするともう間に合ってない。そうですね。っていうのがやっぱり特にバックって起こりやすい。やっぱリズムが大事ですよね。打って戻ってステップっていう、打ったら構えて自分の打ったボールの行方を追うぐらいじゃないと多分もう流れが止まっちゃうんで、うん、そうですね、間に合わないとか、カウンター来たら短いボール来たら動きが止まっちゃうんで、はい、まあ、フォアでも一緒ですけど、フォアの方がどっちかというとやっぱこの動きは、ね、目の事前にできるんで、やっぱそうですね、バックね、打つことに一生懸命になっちゃうと、よし、どうなったとかになっちゃうと止まっちゃうんで、うん、基本はやっぱりもう同じですね、ここっていうのをやっぱ初心者の方とか意識してもらいたいですね。はい、わかりました。ありがとうございました。はい。